はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ホルスの黒煙竜レベル8です。皆さん、僕のこと忘れてませんか？僕のことも、ホルスの黒煙竜レベル8っていうモンスターなんですけど、今日はねこれをね全力で使っていきたいと思ってまして、これ魔法カードが発動した時に、魔法カードの発動を完全に無効化できるっていう、まあ、ナチュルビースト的な効果を持っていまして、これ同一チェーン上でも使えるし、ターン1制限ないので、まあ相手の魔法カードを無限に止めるっていう最強の効果、まあ自分の魔法カードも止められるんだけど、まあ無限に止めるっていうことができるんですよ。これね、ホルスモンスターじゃないですか。で、まあ最近診断で実装されたこのホルスっていうギミックなんですけども、正直これとはあんまり関係ないんですねいきなりデッキコンセプト崩壊してんじゃないかみたいな話なんですけど、その一応その王の石壁とか、王の棺とかでサーチしたり、墓地送ったりすることはできるんですけど、別にレベル8を出しやすくなってるわけではないんですよ、正直。今日はこの、ホルスの中でもなんか謎の仲間外れにされているこのホルスの黒煙竜レベル8を強引にホルスデッキで使っていこうというふうに思ってまして、でこのモンスターをどうやって出していくかっていう話なんですけど、まず、基本的にそのホルスの黒煙竜レベル6の効果っていうのでのみ特殊召喚できるんですけど、これがまあ弱い。こいつ戦闘でモンスター破壊したらエンドフェーズに変身できますみたいな効果あるんですけど、こんな効果狙ってるようではさすがに弱いですね。こいつここで立てないと弱いのに、こいつ戦闘破壊前提の効果な時点でもう終わってるんですけど、まあこれを狙っていくようでは弱いと。でじゃあどうするかっていうと、このレベルアップっていうカードですね、これを使って出していくしかない。っていうかね、レベル系のモンスターってね、基本的に特殊召喚モンスターで、そのこのホルスの黒煙のレベル6の効果でのみ特殊召喚できるとか、そういう感じの効果でしかないから、このレベルアップで出していくしかないんですよね、基本的に。まあ一応晴天の霹靂とかそういうなんか召喚条件無視系の効果はあるんだけど、それで使ってもあんま弱いんで、やっぱこれで出していくしかなくて、でまずこれで出すのにしても、これを盤面に用意しなきゃいけないんですよね、レベル6を。まあ、どうしたもんかなっていう話なんですけど、まあ一応ね、そのなんかアテムスとかでこいつリクルートしてきてレベルアップ打つとかそういうのあるんですけど、まあホルスデッキだとできることといえば、まあこいつは墓地に送れると。レベル6墓地送って、で墓地に送ったモンスターを盤面に用意しなきゃいけないんで、例えば死者蘇生であるとか、あと今回入ってるのはですね、このリンネリュウサンサーラ、これが墓地落ちてると、こいつ除外して自分の墓地のドラゴン族回収して、そのままアドバンションができるって効果なんですよ。だからサンサーラを落として、落としておいたレベル6を回収して出すっていう、この動きですね。これが一応その救いの駆け足とかを、使ってフィールド魔法を持ってきて、竜の警告とかで、サンサーラ墓地を送って、でホルスのレベル6を王墓とか王の棺で墓地を送ってみたいな動きすると一応できるんで、これでちょっと強引に今回は、出していきたいと思いますかなり強引なんで、参考にはしないでください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、レベルアップきた、レベルアップきた、ワンチャン出せる可能性がある。ちょっとホルスの栄光イムセティの効果、救いの駆け足を捨てて、まあ、これは最悪裏で止められてもなんとかなる。 OK、 救いの駆け足の効果を起動させてもろて、レインボードラゴンを持ってきながらフィールド魔法を持ってこさせてもろて、はい、で1枚、ドロー&王の棺サーチング。あ、これ強いね、これめちゃくちゃ最強じゃん。これ王の棺発動、これはいったんじゃないかな。王の棺の効果、ちょっと待って、俺がプレミシャーゲーは多分いける。ですね、まあちょっと一回大掃除しますか。ドゥアムテフ送ります。で石壁もいらないんだけど、実質まあでも石壁はまあワンチャンで使える可能性あるか。で王の棺の効果で、まあ、ゴリゴリに捨てていく、ゴリゴリにカードを捨てていく。よしよしよし、そうホルスとりあえず全、モンスター墓地に揃った。まあ一旦出すわ。はい、はいはい。で、あ、なんか、相手なんもなしそうじゃないこれ。これいけるかもしれない。巡ってきた。巡ってきた。潜在一遇のチャンス。これマジでね、本当に決まんないから、さっきからね、なんかね、10戦くらいやってね、1回もホルスの黒煙竜出てないんだよね。マジで頼む。
一旦なんかその強いカードを引いてくれ。あー弱い。ちょっとね、カノプスの守護者とかを引きたいんですよね、できれば。まあちょっと一旦ちょっと竜の警告をぶち込みに行きますか。ゴミ掃除しましょう。ドラゴンズモンスターを墓地のくれるので、これで、サンサーラを墓地の暮らしてもろて、で、ジャイアントレーナーの効果によってカードを1枚持ってこさせてもろて、あーレベル6、あなるほど、レベル6すべきしたか、なるほど。で、ジャイアントレーナー、これ本当はね、墓地を落として、あのサンサーラで回収するっていう感じだったんだけど、あーちょっとあんなドロー強くねえな、あんなドロー強くないけど、あんなドローは強くはないけれども、まあ一応行きましょうか。さあ行け、ホルスの黒煙竜レベル6、そしてレベルアップあらあらの、ホルスの黒煙竜レベル8、うわー最強イムセディ特書が盤面弱え盤面弱そうさあ魔法カード無効で詰め、魔法カード無効で詰んで、俺お前はオッケーかよって、これ、ま、これやるんだったらマジでアバター出せばよくないってなるよねアバター出せばよくないですかってなるよね。あーなるほど、スネークアイいいでしょう。ポップだってスネークアイは魔法カードめっちゃ使うんで、多分展開に結構辛いと思いますけどね。あーオッケ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 ー、はいはい全然無効ですよ。はい、魔法カードの発動を無効にして破壊することができるぜ。このカードはちなみに何回でも使うことができる、この効果を。つまりナチュルビーストの上位互換みたいなもんよ。ナチュルビーストの上位互換みたいなもん、打点3000のナチュルビーストみたいなもん。黙れお前は、黙れ黙れ。さあ魔法カードを一生無効にできる、これがホルスの極限でレベル8のパワーこれこれ結構辛いだろ相手、これ結構辛いだろ。いけるかもしれん、マックリフダによってることを祈る。あピュアリーか、なるほど、ピュアリースリーピーメモリー草来たわこれ。じゃあ完封できるだろこれバカめ、このモンスター同一チェーン上でも使うことができる。黙れ黙れピュアリー黙れめちゃくちゃ魔法を引いてるやん、マジ神ゲー起きた、神試合だこれ、これは神試合、これは神試合魔法カード何発無効にしてんだよ強え、ホルスの黒煙竜最強あまりに強い、なんて強いんだ、あまりに強くて腐らなこれ。アストレイビアリア相手もなんか、相手もちゃんとホルスの効果つかましてくれんのありがてえな強っ。あーまあ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 いい反動してるけどね。これちょっと愚かな服装から入らせてもろて、架け橋送ります。で架け橋効果、吹っ飛ばして、竜の警告を持ってきて、で竜の警告を発動、で竜の警告の効果なんかあれだな、相手なんもなそうやな、これなんもなかったらめっちゃ強い動きできるぞこれ。でホルスの栄光イムセティの効果、ハーピーを墓地送りながら王の棺持ってきつつ、さらにカードを1枚ドロー、あトレードインも来た強いね。で王の棺発動、これだったらレベルアップを引ければなんとか、ホルスの黒煙竜まではたどり着くと思うんだけど、まあ、レベルアップを引けるかどうかゲーミングって感じなんですよね。でカノプスの守護者の効果によってセッツで、うおトレードエンヌさよだろう、いや来た来た行けるかもしれない、無限包容あるかな、あとはなっす、あーちょっとなんか若干なんか優先権移ってきますね。あーまあビーステッドマグナムとか、なるほどビーステッドマグナム打つ、なるほど、あーまあイムセディ出てこられて困るってことか、なるほど、まあそれはあんまりでもそこまで関係ないか、ぶっちゃけもう一体あの送って打者あんま関係ない気がするんで、まあ、出して強
出しまくりで、これちょっと一旦イムセティ出したいんでイムセティ送って、はい、でホルスのレベル6を落とし、これさもうサンサーラ落ちてるからさ、これあれだよね、なんかサンサーラでも出しに行くの結構あれだな、これぶっちゃけホルスそのまんま置いといた方が強いんじゃないか気は結構あるんだよな。サンサーラ効果起動、さあサンサーラによってホルスの黒炎竜レベル6を手札に抱えて、さらにアドバンス召喚、うおーモンスター一体をリリースし現れろ、ホルスの黒炎竜レベル6、さらに手札にマジックカードレベルアップを発動、レベルアップによってレベル6をレベル8にレベルアップ、うおー強い、あまりに強い。これカノプスあるんでリンクしますか、リンクしましょう。カノプスあるときはマスカレーナ置いとくとリトルナイトになれるんで結構強いですね、非常に、まあ、これでエンドですね。でカノプスで、まあ、相手のターンに、まあ、モンスターがいっぱい蘇ってくるよという感じですね。でルベリオンね、オッケーいいよ、オーケーオーケーいいだろう、相手に取って不足はねえ。これあれだな、多分だけど楽園ですよね。楽園ってことは多分このレベル6マジできついんじゃないかっていう話あるのと、ただレベル6をレベル6じゃないレベル8か、レベル8を、あ、はい、カノプスの守護者発動、カノプスの守護者の効果によって相手が効果を発動したため、自分の墓地からホルスモンスターが特殊召喚されます強いですね非常にカノプスめちゃくちゃ強いんだよな。ちなみにこの特殊召喚に、ターン1の制限ありませんので無限に出てきますからね、ホルスが。さあとりあえずホルスのハーピーが出てくる。でこれ鬱陶しいのはあいつなんだよな、そのそれなんですよね、そいつがマジだりんだよな、そいつをなんとかしないといけないっすよね俺。ドルイドブルーム、あー除外される、まちょ一旦カノプスの守護者の効果によって出てくる。いやでもな、これしょられてもまあまあ強いか。ホルスってね、なんかね盤面にいるとね、なんかすごい強いんだよね全員。なんかこれワンチャンドレイドブルームでホルスしょられてもなんかホルスが全員ぶち切るんだよね。これちょっと相手の動き待つわ、一回一旦。あーはっはー、なるほど、それはうざいな。 IP マスカレーナの効果使うしかないか。 IP マスカレーナの効果を使う。これちなみに自分のフィールドのモンスターがなんか相手によってフィールドが離れるとホルスたちってなんか全員ぶっちぎれることができまして、でマスカレーナとまあハーピーなんかな。でこれで SP リトルナイト特殊召喚でサージ効果で爆破して出てくる。いやでもこれ結局あれか、ドルイドでしょられんのか俺のホルスレベル8、くそまあまあまあ、でもこれだいぶ多分ね勝負にはなりますよ。イムセティもあるし、これドゥアブでもいるし、まだカノプスあるんで、でリトルナイトありますからね。あーなるほど、ちょさすがにレベル8っていうかいいんだ、別にレベル8なんかオッケーなんだ。ドゥアムテフを処理してくるらしいぞ。なんかワンチャンサロニール、どんだけベイステッド入ってるの。そんなティアラ絶対殺すまんじゃん。 SP リトルナイトで飛ぶわ。 SP リトルナイトで、あーちょっとこれドゥアムテフ飛ぶのありやん。ドゥアムテフとサージ飛んでレベル62体でしょ。いやそんな大したこと起きないと思うけどね、この状況であれば。アナコンダ楽園融合とかはされる可能性ある。っていうか魔法カード使えや魔法カード全然使わやんけ、ふざけんな。ホルスの黒炎竜レベル8様を無視するんじゃねえ。え、やばい、なんか全然楽園じゃねえ多分これ。なんだこれ、アサルト進行、これあれかな、グッドスタッフ系かな、8時かグッドスタッフ系だ多分これ。そうか、あのサージ入ってるもんな、これ多分 8GS だ、やばい、 8GS 魔法カード多分ほとんど入ってねえんじゃねえかだからレベル8を無視してんのかお前、魔法使えや、魔法カード使いやがれ、やばい。バラネスが飛んできた、ガチダメ、あっちょバラネスじゃない、じゃあ6と2だもんな、テイの力心か、テイの力心効果、
いやまあちょっとカノプスの守護者の効果も発動させてもろて、いやでもこれさすがにこんだけこんだけ展開されたら相手あるだろ、ワンキル取れねえだろさすがに。これ言うてルベリオンめっちゃ落とされてる、やばいやばいやばい、ちょっとルベリオンもう落とすのやめろって、ルベリオンそんな落とすなって、さっき除外したのに帰ってきちゃったわ。ルベリオン効果って、でもルベリオン効果って言ったらあのリトナント効果使ったな、ちょっとやばいやばいやばいこと来たか、やばいかこれ。いやでも天意の竜騎神でワンパンはできない。えラビオ、え足んなくね、え足んないよね、ちょっと待って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 、え足んないよね、足んないよね、俺まだこっから俺で、ね、エクシーズモンスター出せるとか言われたらちょっと死んじゃうんだけど、やばい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 、え、た、え、まあ、死ねないよね、知らないよね、え、なんかこっから立ち上がるのとかある、いや、耐えた、え、耐えたよね、耐えたー、あぶねーあぶねー、めちゃくちゃあぶねー、6000枠差、ドゥアムテク打点6000枠差っていうか、ホルスの黒炎竜レベル8様無視するんじゃねえ、てめえマジでホルスの黒炎竜レベル8様無視しやがって、マジで許されん、くっそ。まあ一旦リンクで、まあホルスたちを墓地に送るのが一番強そうなんで、またダルク出しまして、でダルクで相手のモンスターパクらせてもらいます。まあ一番当たりされねえやつだな、これ。あー、アサルトシンクロンか、アサルトシンクロンを特殊召喚で、だからニチューナドヤ顔で使ってるから俺もバロネスが出ちゃう俺もバロネスが出ちゃいます。さあなんかチェーンあります、どうしますか。で相手の伏せカード爆破、あー獣目、なるほどね、あーそっか、なるほどな、確かにセットしなかったもんさっきな、ってことは引いてやったことか。順番はどうでもいい、こうしてで、セレーネ出し行って、はい。よいしょ。で、カウンター乗る。で、セレーネ効果。これいけるな。これいけるだろ。これいったか。さすがに。で、イムセティなんか、すごいよく魔法使ってるので特殊召喚して、でイムセティと、セレーネで、風を掴んでいく、アクセスコードトーカー、アクセスコードトーカーの効果を発動、アクセスコードトーカーによって打点を3000ポイントアップ、うおー、アクセスインテグレーションアクセスインテグレーション、打点高すぎ、お前ヌメロドラゴンを爆破、え、なにこれ、いや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 、謎の効果、なにそれ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 、なんかわかんないけど向こうにしようやべ、ヌメロンドラゴンになんか聞こえないですよ、やばやばいこと書いてんじゃん、やばいこと書いてて、くさやべ、全然テキスト狙った、知らなかった、ヌメロンドラゴンになんかそんな破壊された場合の効果あったんですね、毎回毎回キル取る時の効果しか知らなかった。で無限に蘇生させて殺すか、ドゥアムテフ爆弾、うわで、イムセティ爆弾、うわいけ、終わらしゃあ攻撃よしバトルジェイくったばれ、おらホルスの黒炎竜無視しやがって、魔法カード使えー